こんにちは、ホタルグサです。今日はディップフラワーでミニ鉄砲ユリを作っていこうと思います。ちょっと前にね、大きい鉄砲ユリも作ったんですが、小さめのものもね、作っていこうかなと思います。今回は 2.5 センチゲージに28番のワイヤーですね、こちらを3回、間は2回ね、くるくるとゲージパイプ回してください。もちろんね、2センチゲージで作っていただいても大丈夫です。ちょっとね、大きめに 2.5 センチゲージで作りました。で、最初の1枚を挟み込むようにしてワイヤーはねじって留めます。で、真ん中はね、しっかり、丸やとこなどで広げておいてください。はい、そしてそれぞれね、先端は少し尖らせたいので平やっとこで潰してあげて、こんな感じですね、ギュッと挟み込むようにして尖らせます。さて、開いていきます。で、ここでね、今回はね、いつものユリと違ってフリルは入れません。テポユリなのでね、そのまま広げていきます。こんな感じですね。少し上の方はね、開き気味で、大きく広げてあげて、根元はね、スッとしている方がテポユリらしいのでね、そんなに根元は広げないという感じでイメージして作っていきましょう。で、少しね、カーブを入れます。で、いつもだったらこれとこれね、2個で1セットという感じで、それぞれ別々にディップして、組み立てるという感じだったんですが、たまにはいっぺんにディップしてしまおうということで、2つセットですね、この2個作ったものをそのまま、こんな感じで合わせてあげて、ここをねじって留めておきましょう。この時できればね、中心の輪っか部分は揃えておくと、後々ね、穴開けの際楽ですね。少しまあ揃わなかったらどちらかね、片方だけうまく、これなら開くかなというところにしておいていただければいいですね。あんまり重なってるとね、うまく穴が開かないので。はい、今のような形で今回は2個セットでね、そのままディップしてしまおうと思います。はい、そのまま28番で、2.5 センチゲージですね。これ2センチにしてもよかったかなと、ちょっと今、後になって思ったんですが、つぼみを作っています。今のようにね、今回はくるくるくるっと巻いてからゲージの溝に通して、引っ張り上げて輪っかを作りました。はい、そして先端部分ですね、こちらを片方のワイヤー少し切ってしまって、このようにね、2回ほど回して、そしてそこでねじって留めます。先端部分をね、まとめてしまいたいので、よいしょと持ってキュッキュッと巻いてずれないようにね、してあげます。そして、ねじったとこ少し上ぐらいでね、こんな感じで切ります。そして危ないのでね、私はいつもこれを内側に、まあ、ある程度緩ければ回ると思うので、内側に入れてしまいます。そしてつぼみなので少し膨らませて、開いていきます。まあ、このね、膨らみの位置なんかはね、画像とか見ていただいて、この辺かなというところがあると思うので、こんな感じで、あまりね、膨らませすぎると球体になってしまうので、あくまでもつぼみということで細めにしておきましょう。はい、では今度はグリーンのワイヤーですね、28番です。同じ28番あるとね、だいたいいろいろ作れて便利ですね。同じね、 2.5 センチゲージでいきますが、これも葉っぱなのでね、よくよく考えればもう少し小さくてもよかったかなと思うんですが、まあお好みで。で、今回ね、指で押さえたぐらいにしました。というのも、この後片方をね、引っ張り上げてブリッジをかけるんですが、こんな感じで1回転させるので、あまりね、とんがってるとブリッジをかけるときにちょっと、狭すぎるので、少し余裕あるくらいで大丈夫です。そしてこんな感じに、そのままかけたものを下に、根元にね、戻してきます。これでね、間に2本ね、ワイヤーが入ると思うので、あとは根元でねじって、適度な長さ同じようにね、揃えて切ってしまいましょう。こんな感じですね。葉っぱは同じようにいくつか作りました。今回はスノーホワイトでディップしていきます。はい、で、これはドボンとつけて引き上げたらすぐ上を向かせるって感じですね。そうすることで下にディップ液が流れ落ちていくので、こんな感じでやってください。つぼみの方は別ワイヤーでね、ポイみたいなのを作っていただいて、そこに通すと、先に膜を作ってそこに通すという感じですね。葉っぱはライトグリーンでディップしていきます。こ
これもね今回、5個ぐらいね葉っぱ作ってますが、これもお好みで作っていただければね、ユリの葉っぱ確か2つでついだったんで6個作ればよかったような気もするんですが、まあその辺はご愛嬌で。はい、で乾いたらストレンスナーね根元のところまでしっかりつけてあげてください。ちょっとディップしたあたりちょい下ぐらいまでねつけてあげればいいかな。そしてユリの方はね特によく切ってください。たまりやすいのでディップ液じゃなかったストレンスナーですね。はい、で今回ペップですね、これはセリアさんで購入したものです。ちょっと薄黄色いっていうかクリーム色っぽい色があったので、これをそのまま今回は使っていこうかなと思います。なんかねちょっと白っぽい色で統一したかったので、まあもしね黄色で塗る方はこれこのままこれで今からまとめるんですけれども、 0.28 のステンレス製ワイヤーですね、こちらでくるくるとちょっとこうしてね根元締め付けてあげるとばらけないですね。でこれからねじるという感じです。これで、プラモデル用の塗料なんかでね塗っていただければ黄色くもう少しねしていただいてもいいかなと思います。はい、ということでこれですね、花乾燥したんで穴を開けていきます。この時にねこんな感じで開けるんですけれど、まあこうして開く時と開かない時があるんですよね。いくつか3個ぐらい今回作ったんですが、あこれもすんなり開きましたね、よかったよかった。もう開かない時はですねこう全然開かない、開く気配がない、多分ねワイヤーがね重なってしまっててうまく開かない時はもうね鼻の横からこんな感じですね、下の鼻のちょっと、ところから出してしまってもねまあ大丈夫です。はい、でここで、このね作ったペップですね、芯の、おしべをこのように引っ張ります。穴が狭いと、あそして行き過ぎてしまうこともあります。そしたらねちょっとピンセットなんかでね引っ張り上げてください。これねペップの方がねちょっと糸みたいな感じなのでなかなか下から押し上げるっていうのは難しいので、上から引っ張り上げてあげて位置ね大体の位置で調節してあげましょう。こんな感じでいいかな。うん、統一感があっていいですね、白いっぽい色で。はい、あとはフローラルテープね、グリーンや、まあ、お好みの色ホワイトでもいいですけれども、グリーンなんかでこのように巻き下ろしていきます。面倒ですがね、葉っぱとあとはつぼみも同じようにね巻いていきました。あとこんな感じでね、根元のところで少し折り曲げてあげると鉄砲ユリらしいかなと思います。なんかありましたね、ユリの中でも上向きに咲くのとこうしてちょっと首がね折れてるやつとねいるっていうのがあったような気がしますが、はい、でこんな感じでね、つぼみなんかは、適当なところにくっつけて一緒にテープで少し巻いてあげます。ここからはねもうアレンジなんでね別に、この通りにしなくても、お好みな感じでねやっていただければいいんですけれども、葉っぱは少し折り曲げてからですね、つけます。はい、お花の位置ですね、この辺も今回大きいお花3つとつぼみ2つ作りましたけれどもですね、葉っぱぐいっと曲げてあげるとよりそれっぽいですね。ね、少し葉っぱ大きい気がしてきますが、まあ急にせず、で2枚をね1セットにして対にして、これ本当はね茎にそれぞれつけてあげた方がよりそれっぽいんですが、今回はまあまとめてねつけてしまいましょう。で根元は少し高さね気にしつつ折り曲げてあげます。はい、こんな感じでね今回一輪挿しというか小さいね花瓶にね挿してあげようかなと思うので、これくらいなコンパクトな感じでまとめて、今の葉っぱもね本当はねそれぞれのね茎につけてあげるといいんですが、もう花がすでにまとめてしまったので後からね後付けでつけてます。で余った1個は適当なところにって感じでね、まあ、アバウトに結構やってます。はい、花のねつぼみの位置なんかもね少し気にしつつ巻いていって、よいしょ、なんか高さがねあまり出すぎるとね一輪挿しだと倒れてしまうのでこんな感じでやりました。はい、
これで完成となります。ここまでご視聴ありがとうございます。またよろしければチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。